ベイ。ということでですね、今日は賞金総額200万円の大会がスタートしたということで、ついに始まりました。お願いします。はい、お願いします。はい、この日のためにすごいあのテニス仕上げてきて、前回の動画では実際会場で練習試合した動画っていうのをアップしたんですけど、今大会はクレーコート開催ということで、自分にすごく本当に相性がいい大会になっています、うん、はい、ぜひ昨日の動画見てない方はぜひご視聴お願いします。あの昨日動画を2本配信したということで、同時にあのちょっと視聴者の方を困らせてしまったと思うんですけど、本日12月4日月曜日にどうしても試合動画、試合終わった直後にアップしたくて、なので溜まってた動画、溜まってた動画っていうか12月2日と12月3日の動画が溜まってたんですけど、そちらを12月3日同時に配信したという感じですね、まあ、なのでちょっと一気に動画アップしてしまって、はい、ちょっと見るの大変だったと思うんですけど、はい、ぜひ見てない方はそちら見てからぜひこちらの試合動画見てください。いや、昨日の練習試合めちゃくちゃ良かったんですね。高畑陸選手とやったんですけど、3週連続今ジョップで優勝してて、その強い選手相手に今大会第2試合なんですけど 3-4 まで行ってめちゃくちゃ良かったんだよね。そうだね、良かったね、はい、だから結構本当に自信もあります。で、今大会は本当に自分のポテンシャルが生きる大会だと思うので、あの今大会は優勝を目指して頑張っていきたいと思います、はい、で、今大会優勝すると500ポイントくらいつくんですよね。なので全日本選手権確実になるので、うん、もう相当高得点じゃん。そうだね、すごいね。プラス賞金総額200万円の大会で優勝したら最高の這い上がりストーリーができるんで、めちゃくちゃワクワクしてるんですよね、はいはい、ただやっぱり、まあ、優勝を目指してるんですけど、まずは一戦一戦なんで、もちろんそこの一戦一戦ってのを大事にしていかないといけないんですけど、1回勝ったら40点台、2回勝ったら70点台、3回勝ったら100点台、うん、はい、なので、今大会はもう本当高得点獲得チャンスということで、はい、マジで頑張っていきたいと思います、はい、ぜひ皆さん楽しみにしてください。で、今日の対戦相手なんですけど、今日の対戦相手の選手は相生学院出身の高校生ですね、の唐津選手という選手になります、うん。一度僕が相生学院行った時にヒッティングしたことあるんですよ。あ、そうなんだ。そう、それでなんか国体とか出てんのかな、はい、国体って言って県を代表して戦うやつがあるんですけど、県代表とかになっている選手なんで強い選手ですね。ただまあ賞金総額200万の大会だからさ、まあ、1回戦からこういうレベルの選手と当たるっていうのはもう当たり前なんだよね。はいはいはい。だからまあ正直、まあ、あんまり何とも思ってないですね。なるほど、はい、もう普通に自分が勝つだけだと思ってるんで、あと勝てる相手だと思ってるんで、うん、はい、絶対に今日は、まあ、マストで勝たないといけないと思いますね、死んでも、はいはい。で、まあ、ちょっと戦績を見てみると、今ランキングで言うと149位ですね。そうだから、まあ、けどレベル的に言うと120番ぐらいのレベルなのかな、110番とか。お、そう、120番110番とかのレベルの選手だから、まあそうですね、まあ、とりあえず勝ちます、はいはい、普通にあの昨日のパフォーマンスしたら絶対に勝てるんで、うん、まあ、今日はしっかり、どれだけ自分が試合を通して戦えるかっていうところがすごい注目される試合だと思うんで、皆さん期待しててください。はい、はい、で、3回戦では第1シードの高岩選手と当たるので、絶対そこまで勝ち上がるんで、うん、とりあえず自信に満ち溢れてるんで、もう頑張っていきましょう。はい、それしか言うことはないです。それしか言うことはないです今日は。はい、なのでぜひ皆さん試合動画楽しみにしてください。
This.
Yeah.
ゴー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 。イエーイ。イエーイ。イエーイ。よく勝負した、よく勝負した、よく勝負した。もうね、もうね、つこう、つこう。レッツゴー！レッツゴー、剣心め、レッツゴーめ。
最後だって頑張れ。
そうだ、クソ、あっち行こうぜ。マッチポイントあったよね、4つ。よっしゃ。悔しいじゃん、めっちゃ頑張ったのに。ごめん。いえ、ありがとう。ごめん、ありがとう。いや、何もコメントできない。ちょっと、とりあえず、まあ、最後のジャッジに関しては、まあ、実際際どかったんです、相当。ほぼ、まあ、まあでも、あれはまあ審判2人来て、普通に入ってるって言ったから、まあ、あれは普通に相手サイドが正しかったんで、まあ、僕は普通に、まあ、抗議して、通らなかっただけなんで、うん、まあ、そこに対する、なんていうの、相手選手の侮辱コメントみたいな、なんかそういうのは控えてほしいっていうか、まあ、これがまあ勝負の世界なんで、うん、まあ、普通に。いや、相手選手は相手選手なりによくやってたと思うし、まあ、すごいよくやってましたね、はい、うん、だから、まあ、まあこれは勝負の世界だから、まあ、相手選手に対する誹謗中傷みたいな、まあ、コメント来ないと思うけど、普通に、まあ、審判2人がいいって言ったから普通に、うん、まあ、俺もなんか確実ではなかったけど、やっぱりあそこの大事なポイントで抗議しないのは、まあ、俺は勝負の世界で戦ってるから、まあ、一応抗議したけど、そういいと思います。まあけど、とりあえず最悪な日になりましたね。いやー、もう本当にちょっと予想外だったね。予想外でしたね。あの、絶対俺の方が強かった、確実に。絶対俺が勝ってたけど負けたから、まあ最悪な事態が起きたっていう、まあ、だから悔しいですね、めっちゃ。はい、まあ、最初 5-0 で俺がサーティラブで、そこもう 6-0 にしとけば多分もうトントンって行ったんだよ、普通に勢いになって、うん、相手バグってたし普通に、うん、まあ、けどそこでなんか集中力が切れて 6-4 まで行ったじゃん。そこでも一気に流れ変わったんだよ。で今回ね、ぶっちゃけ1セット目は 5-0 だったから、正直はもうこれいけるなと思ったんだよ。で、まあ、油断してたわけじゃないんだけど、まあなんか正直スコア気にしちゃったんだよ、まあ、6-0、6-2 ぐらいで勝つかみたいな、なんか、うん、でとりあえずそういうスコア考えちゃって、で、ね、5-3 されてもいいじゃん、正直取れば、うん、何かにイライラしてて、なんで5-3になってんのみたいな、5-4になって、別に最後 1ゲームだけ取ればいいから、なんとも思う必要ないのに、なんか焦ってて一人で。で2セット目、なんか相手が多分その焦ってるところ見てちょっと余裕出てきて、まあ一気に相手のペースになって、まあ、2セット目はもう捨てて、正直 4-0 で捨てて、次のセット集中しようと思って、で俺から 4-1 だった。で、まあ、マッチポイント4つ、合計3つか4つあったけど、まあそこ取れなくて、なんかね、途中でね、どっか行ったんだよ、ね、自分のどっな何かが、本当に集中力がどっか行っちゃったんだよ、本当に。もうなんかマジで結構本当に最悪だわ。フォーティオールなんかもう俺嫌だわ。なんかデュースの戦い方ってあるからさ。はい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 。デュースだったらさ、正直フォーティーフィフティーの時とかってさ、焦んないのよ、うん、自分からね。40ラブと40フィフティーって別にデュースになってもいいじゃん、正直。うん、
今日なんかさ、4015でもさ、焦んだよね、4030とかになってきたら。はいはいはい。40より、なんか、40よりだから。すんごいわかる、それ。わかる。うん、めっちゃ見せて思った、それは。だからさ、なんか、そっちじゃないじゃん、40よりなんて。だって、40だったら絶対関わったと思う、結果。そうだね。で、違うし、普通に。もっともっと、俺絶対勝てたし。マジで、今、俺本当に自分の実力と、全く、なんて言うんだろう、合ってない結果出した、今回は。うん、なんか、あ、まあ、ここで負けた、まあ、負けたのはしょうがないな、とか、じゃない。なんか、いや、さすがにこれはやらかしたでしょって、普通に、俺。今の実力だったら、だって、1セット目がそれ、もう出して、見えてたじゃん、それが。うん、見えてたね。もう俺のテリトリーだったじゃん、普通に。そうだね。余裕だなと思ったのかな、やっぱり、その、前回も話したけど。いや、俺、マジで普通に勝てる自信しかなかったんだよ。今でも普通に自信しかないんだよ。もう一回やったら絶対勝つ自信しかないんだよ。けどこの自信って別に俺悪い自信じゃないと思うんだよね。俺別になんか油断しないし、そんな、うん、なんか俺ってどっちかって言ったらなんか、うん、勝てると思ってる時の本当勝つし、逆に俺負けると思ってる時、なんか謙虚にやってる時の方が謙虚、別にさ調子乗ってるわけじゃないんだよ、別になんか俺強いだろうとかじゃなくて本当に自分で本気で思ってるんだよ。俺の方が絶対強いでしょって余裕で。わかんない。でも正直メンタル的な部分ではなんか 6-0 で倒したかったっていうのはあったんだ。まあ、普通に 6-0 で倒したら、だって普通に上手い選手じゃん、めちゃくちゃ。それに 6-0 だったらさ、もう 俺マジ強くなってんじゃん。うん、だからなんかそこのスコアにこだわりすぎたんだよね。ただ1ゲーム取れた時に、何やってんのみたいな、サーティラブからみたいな。で、そうイライラし始めたんだ。期待を上げすぎたと。けど俺はこれからも自分の期待を下げない。だって俺本当また次やったら絶対勝つと思ってるの、俺。うん、俺が。もう普通に悔しい、めっちゃ。そうね。まあ、けど相手選手うまかった。あ、なんか相手選手途中から変えてきたから。なんか対応してきたよね。途中から対応してきた。しっかり。マジで途中から何を対応してきたかって言ったら、俺が逆クロスしか打たなかったから、もう逆クロスに構えてたんだよ。ああ。だから相手途中からもうバックハンド打たなくなったじゃん。ああ、確かに。1セット目って全部回り込んでなかったんで。ああ。相手選手。で、俺のテリトリーになったんだけど、途中からもうポジションバックサイドの方にやって、もう俺の全部回り込んでたんだよね。うん。それで俺がずっと回り込むからもう慣れてきたんだよね。で途中から俺バックハンド打ってんだよ、うん、で俺がバックハンド打ち始めてからフラットのボールだからフラットとスピンが混ざってフォアで相手なんか結構変なミスしたりとかしてリズムつかめなくて、ただ今日はなんかもうクレーコートだから回り込めすぎて逆に自分のテリトリーでやりすぎて相手に慣れさせたっていうか、はい、それが一番の原因。うん、そうだね。そう、まあ、とりあえず本当に悔しい。まあこれはもう切り替えるしかないと思ってるんで、まあ、けど今は正直切り替えれないです。なんか負けた直後なんで、なんか本当になんかもうテニスしたくないと思ってるし、まあ、けど、まあ、これって一時的な感情なんで、まあ、しっかり時間経てばまたテニスしたくなるし、また頑張りたくなるから、まあ、しっかり、まあ、なんて言うんだろうな、自分はまあ攻めすぎないで、はい、まあ、しっかりまた切り替えていくだけだと思ってるんで、はい、まあ、とりあえずまた振り返っていきたいと思います、違う動画で。ちょっと今ちょっと頭回んないんで正直。ということで僕のスポンサーのテニサン様、ギフタメン様、浜松の日焼け元気様、そしてバイト様、いつもサポートありがとうございます。ありがとうございます。本当にあの不甲斐ない結果で終わってしまってすごいあの悔しい気持ちなんですけど、まあ、先ほども言ったんですけど、まあ、今あんまりポジティブなこと言えないんですけど、正直試合終わったばっかなんで、まあ、けどちゃんと時間経って切り替えていくんで、でまたしっかり全日本選手権出場に向けて頑張っていくんで、これからもサポートお願いします。お願いします。ということでまた次回の動画で皆さんお会いしましょう。決勝ありがとう、本当に。はい。ありがとうございました。